真正面心臓、まあね、ちょっと大き少しだけ大きくは見えますけど、まあ正常範囲かな。ただね、このなんか頭気をつけとかなきゃね、こういうちょっとボコっとした頭してるじゃないですか、うん、でよくよく見るとさ、ここめっちゃ骨が薄いですよね、うん、ここ大専門って言うんだけど、一応塞がってはいるけど、うん、ちょっとこういう頭の大きい子で、まあ、ここ開いてたりね、薄い子は頭に強い衝撃が加わると転換を起こす場合もあります。これで有名な動物はチワワですね。だからちょっとこの辺ボンとぶつけないようにしといた方がいいです、ね、顎はどうってことないですか。顎は大丈夫じゃない来た日に、うん、ソファーから飛び降りようとして足つけずに顎から突っ込んでた。ちょっとこれ顎を見れるポジションじゃない、歪んでるかちょっとわからないけど、まあそれでもまあ別に問題ない。別に痛がっとるあれもないし、ない、大丈夫と思います。で、気管と心臓で、今度お腹、お腹はですね、横向きで見てもこの黒いの、うん、正面で見てもこれ胃なんですけど、胃のガス、それからこれ腸のガス、すごいガスが多いんですよ、うん、だから腸が荒れてるよという所見です。成長でもガスはあってもいいんだけど、こんなにいっぱいガスがあったらダメですね。これなんでも多分、あ、これ違うか、小腸か、もう大腸の方、これ大腸なんですけどね、すごいガスだらけだもんね。だから腸の炎症を沈めてやることをした方がいいかなと、うん、そんで心電図、トロホちゃんの心電図、まあ規則正しく言ってますわ、うん、30秒ね。で、こういう波形を見てもまあ一応正常範囲でね、これは出てませんから、うん、不整脈もないと思います、うん。